はい、ジャンスさん対戦よろしくお願いしますということで、ポケモン剣盾実況本日もやっていきます。お、相手にアレがいますね。タラコ唇マンがいますね。ってことはこれどうにかしてパッチラゴン連れていきたいんね。ただそうだな、ギャラドス以外にパッチラゴンがなかなかきつい構成してるんだよねこれ。そうで、バンギラスを見るために俺ギルガルドをいつも使ってたんだけど、今回ギルガルドを抜いてきてるから、それをどう対処するかっていうのと、あとインテレオンだっけ、その下の名前インテレオンミミッキュ、この、いやーけどね、全体的にパッチラゴンきついから今回オルスバン説も濃厚なんだよな。まあけど初手普通にゴリラから入って、でまあギャラが、けど毎回来るたびにギャラきついからギャラ用にパッチラゴン置いといての、残り1体なんだけど、インテレオンそうだね、バンギをどうやって対処するかなんすよ結局のところ。まあドリューズでいいんじゃないでしょうかと私思います。はい、ということで改めて対戦の紹介をお願いします。じゃん、あ、いいサムネしてんじゃん、サムネじゃねえわ、いいカードしてんじゃん。インテレオンじゃないね、名前。インテレオンはあれだ、ケロマツみたいなやつの最終進化系だ。ロトムから入ってくる。ってことは普通にここ振り対面だから引きたいんですけれども。はい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 。ドリューズに引きたいんだけど、普通にここオーバーヒートされちゃうとめんどくさくて、まあトンボ帰りで一回帰りますかね。ここダメだね。あいたら、いや、そうだね、けど、ドリューズがタスキ持ってるから、オーバーヒートで、焼かれたとしても、なんだよ、ね。いや、けど、一回パッチラゴンかな。パッチラゴン挟んで、いや、違うね、ドリューズだね、多分。パッチラゴン挟んだところで何も変わらない気がするから、ドリューズ行って、電撃とかだとすごい嬉しいんだけどな、俺は。オーバーヒートだよね。入ったらタスキで耐えます。いや、そうこの後なんだよ。で、先に動けるのは確かではあるんだけど、こっからどうやって動くかなんだよね。で、地震打ちたい気持ちは山々なんだけど、いやけど別にすかされるポケモンもいないか。地震打つか、地震打とっか。うん、ミミックに引く可能性、早っ。チラゴンで全部殺しちゃろお前、エダイジェット。あ、カバ出してきやがった。さあ頑張ってきてパッチラゴンちゃん。いや、ただね、ここ普通にダイマ捨ててでも交換した方がいい説も全然あるんだけど、パッチラゴンがどんくらい耐えてくれるかによるんだよね。で、あくびとか打ってきてくれれば普通に嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、体力もそんな多くないんだよね。このなんだっけ、エアスラッシュでどんくらい食らってくれるかだね。ダイジェット行け。いやけど半分くらい食らったぞ。ってことは普通に落とせるなこれ。カバルドンなすべなく落とせるぞこれ多分。まだまだ希望見えてきたな。けどで、こっちの方が早くなってて、大バーン、大ドラグーン、大バーンで透かされてもめんどくさいけん、大ドラグーンにしとこうか。引っ込めんなよ、OK。で、これで多分カバ倒せたんだよね。倒して !OK、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 ナイス、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 ナイス。よかった。とりあえず1体は倒した。で、これ、そう、このパッチラゴン命の弾持ってるから。あ、ロトムにしてきた。さあ残り1ターンなんだけど、ここをどう有効活用するか。まあけど普通に大ドラグン一択なんだよな。ここは大ドラグンを押そうか。さあこれでどんくらい削ってくれるかなって言ってもね、多分特防上げとるやろうけん。おお、すごい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 、パッチラゴン無双来てるよこれ。ただね、ちょっとあの痛いんすわ、砂痛いんすわこれ。ちょっとやめてください。え、あと一人誰、頼む頼む頼む、ギャラドス来た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 ぞ来たぞ、みんなちょっと来たよ。ちょ、ドリューズ
先手でやられてさ、ちょっとやばいかなと思ったんだけど、これパッチラゴンの時代来ましたよ。お願い、電撃口場所で殺してくれ。当てろよお前、これで外すとかマジでないけんな。トロン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 。あ、そっか、あ、そっか、ダイマックスある。やばいな、どうしようかな。いやけどね、これ後ろまだねゴリラいるから大丈夫だと思うんですよ。ダメ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 。さあもう唇モンスターのダイマックス、巨大唇ギャラドスがダイマックスしてって、多分それでもこっちの方が早いと思うんだよね。1段階あの大ジェット積んでるから、いけ、飛ばせ飛ばせ飛ばせ、よし。見たか、これがパッチロゴンだ。大さんありがとうございました。ということでナルスさん対戦よろしくお願いいたします。エーフィーとグレイシアか。エーフィーは割と耐久型で、グレイシアが結構あれなのか、特殊アタッカー寄りなのかなって考えると、あーめんどくせえやつらが多いっすな。いやけどね、これゴリラがサザンとバンギと、あとまあミミクも見れんことはないで、ミトムも見れる、グレイシャも見れるから、ゴリラで何がきついかなって考えると、まあけど別にきついとこはないかな。あ、けどグレイシャがきついな。結局グレイシャがきついから。いやけどパッチラゴンなら、パッチラゴンとあと1匹なんだけど、残り1匹をどうするかなんだけど、どうしよっかな。キスでいく？いやーけど、まあキスかな。キスでいくわ。うん、キスでいこう。はい、じゃあナルさんよろしくお願いします。いやーちょっとパッチラゴンで気持ちよく勝てて、マジで俺は今マジでテンションが高い。ナルはエーフィーを繰り出した。さあエーフィーか。エーフィーは普通に耐久してくるイメージなんだよね。そうだね、あ、特攻めちゃめちゃ高えな、こいつ。特攻種族値130なんだって。光の壁リフレクターとか、あ、やっぱそうだね、その辺だよな。瞑想積んでくるか、あとは、いやけどこれあれだな。7世代の情報か。7世代の情報ならちょっとわかんないね。まあ、畑落とすしといていいんじゃないかなと思うね、ここは。ダイモン自体持ってないでしょ、さすがに。強い。光の粘土、リフレクター、オッケーオッケー。ってことは、エーフィーは確実にこれ倒したら引かない限り。で、リフレクター物理に強くなって、まあけど、ここ俺、こだわっとるけん、畑落とすしかやってんっちゃけど、まあ畑落とすでいいか、普通に。畑落とそう。で、なんか別に後続に変えられたとしても、畑落とすできるし、オッケーオッケー。とりあえず、エーフィーは難なく突破。いいね、いい調子。あ、そうやね、まあ、やっぱ基本エーフィーは壁張り役なのかな、どの方も。なんか耐久、そう、エイフィーとブラッキーはなんか耐久とかサポート寄りな感じがするよね。はい、グレイシアが切っていく。グレイシアか。まあ、バカ力とかで落としたかったっちゃうけど、ここはまあシンプルにキスとかに引こうか。そうだね、キス引こう、ここは。けど、キスもさ、フェアリーってさ、氷抜群なんだっけ。ちょっともうその辺すらもあやふやなんだけど。あ、氷抜群じゃないよね。うん。はい、で吹雪ってどんな技だっけ。なんかあ、凍った。氷とかマジで久々見たわ。あ、そうだ、てかフェアリーがさ抜群じゃなくても飛行が抜群なのか。やっちまったな。あ、これはあのご愁傷様です。いつの間にか俺はキスをフェアリー単体だといつの間にか思い込んでいたっぽいっすわ。どうしよっかな。じゃあこれパッチラゴン変えて大無双でいいんじゃないかなって思っちゃうね俺。変えよう、これ大魔しまーす。おいーす。さあ氷の粒手とか売ってくるんかなこれ。いやこれはけど普通に、いやけどワンターン大バン、いやダメだな、ここはさっさと処理した方がいいと思う俺。で、ダイマックスが切れるまでに、じゃあ、なんだっけ、あの、ダイスラッシュじゃなくて、
そう、なんかその風技、飛行技を積んどけばいいと思うけん、そうね、ここはまあダイバーンでさっさとこいつを落として次を見たいね。さあさあさあ来たよ、本日の主役パッチラゴンちゃん。クライマックスした時このなんかもう異質さがさ際立つよね。やっぱパッチラゴンのダイバーン倒しちゃってください兄貴。カットカットちょカット、いやこれやばいかもな。いやけどさすがにワンターンくらい耐えてくれると俺は信じてるよ。いやけどね、そうなんだよ、氷の、吹雪大丈夫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 、オッケーオッケーオッケー、あけどこれあ大丈夫だ。けど次これ命の玉で絶対死ぬやん。いやけどしょうがないよね。けど他に変えられたことも考えて、大バーンだとあれだから大ジェットにしとく。あやばい、そうだ氷の粒ってあるんだ。これちょっとまずく、まずってきたな。やばいやばい、グレイシアきつすぎマジで。人もとか持ってきとくべきだったな普通に。やばい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 、あとはもうドリューズに全てを任せよう。あじゃあドリューズじゃなかったらゴリランツお願いします。さあで背後なんだけど、背後がすげえ気になるんだけど、ミミッケとかだとちょっときついなっていう感じで、けどバカ力が5回しか打てなくて背後がいないって考えると、これこだわってるからドラマタックとかがいいのかな。ドラマタックにしとく。いやマジ氷の粒てれんでやめて。どんくらい食らうの、さすがに食らわないのに先生技だから。そんなに、いやー悲しいなーってことは、今の氷の粒て読みで交代するのが正解だったか、こっちに。そうだね、それが正解だったな。常に一回交代を考えるのを一回クッションしよう、一回交代考えクッションしよう、それがいいと思う。サザンドラか。でじゃあ素直に俺さバカ力打っとけばよかったな。いやこれは負けっすね。はい、ということでライトさん対戦よろしくお願いいたします。お相手パーティー、あーなるほどね。そうだな、パッチラゴンどこに行かせるかなって感じなんだけど、とりあえずドラパルトが辛くて、ビヒダルマ、ミトムあたりはまあ相手できるかな。あとドリューズもまあ頑張ればできるけど、まあきついなぁ。はい、や決めるの、どうしよう。先発ドラッパ読みでゴリランダーとかにしとく。ゴリランダーにしといて、でまあドリューズとかの対策もしとくと。 でまあパッチラゴン活躍させたいってことだから、パッチラゴン入れので、パッチラゴンきついのがまあドリューズと、あとロ、まあきついっていうよりローブシンが相手できない。ローブシン、ミミッキュー、ドラッパがきつい。いや普通にキスでいいんじゃないですかね。はい、ということで先手ゴリラ、次がキスとあれね。ということでライトさん対戦よろしくお願いいたします。いやーあのね、ギャラドスとかが来ると本当にパッチラゴンのあれなんだけど、ドラパルトの相手をまた別に作んないといけないねこれ。あー色違いだドラパルト、かっけえな。はい、ゴリランダーでトンボ返りしてくるのかなーって考えると、じゃあドラパルトでしょってことは、他後ろ何がいるかなーって考えてみると、よね、ミミキューとか、あとはやっぱヒヒダルマとかなんかいそうな気はするよね。まあ叩き落とすしましょうか普通に。でもね、多分トンボ返りしてくると思うんだよね。あた、う、あ危な、ナイス畑をそうぜ、何か知らんけど、うぃーやるやん。ボダーリスカーフを畑を落としていく。え、これワンチャン抜けたりしない、さすがに無理か。これゴリラ抜けたら本当、あ、もういい子ありがとう、もう十分仕事した、ごめんディスコードなった。お相手2体目ローブシン、色違いだこれも、やば、なんか熱中症かかってない、それ大丈夫。そうだな、ローブシンそんなに速くないのはまあ分かってるんだけど、パッチかキッスに変えるとして、けど何してくんだろう。火炎玉も、火炎玉だっけ持ってんのかな。ローブシンかけどね、ゴリラの役目ももう割と
終わってるっちゃ終わってるんだよね。まああとそうだな、いやけど普通に切った方がいいのか、ちょっとこれ火炎玉持ってて火力上げられるとめんどくさいから畑落とそうと思ったけど、そうだ、まあパンチがあんのか。そうだね、はい、そうやね、やっぱ火炎玉があるね。そしたらこれパッチラゴン行こうかね。パッチラゴンで大魔、けど向こうも大魔してくんのかな。これで大魔大ジェットをしてからので、そうだな、けど唯一辛いのがミミッキューとかなのかなって考えると、ヒヒダル、いやヒヒダル、個人的にはヒヒダル、まあ、ミミッキューあたりこないでほしいっていうのが一つ、ね、願望なんだけど、はい、ダイマックスしていく。まあ、多分これ向こうはダイマックスしてないんだろうな。こっちが先で、さすがにローブシンに素早さ抜かれてることはないだろうから、ちょっとローブシンの素早さ取得値見ますか。なんか最近すごい素早さ早い方がやっぱ強いんだなみたいな。あ、そうだね、ローブシン素早さ取得値が45ってことなんで、まあそうですね、こっちが確実に早い。 OK、 一発で落ちていく。いや、これはなかなかいい試合なんじゃないか。命の玉で削られると。ただやっぱこの命の玉のおかげでこの超火力を、あーやっぱ来るよな、ヒヒダルマ。こいつも色違い、なんか何それ、ちょっと草遊びしすぎたんじゃないの。いやこれまあ大盤安定なんだけど、ヒヒダルマって早いのかな素早さ。ヒヒダルマ、あーけど早い、素早さ出力値95やけん、最速にされてると抜けん。あ、いやけど待ってよ、95やろ、こっち大ジェット一発積んでるから、いやワンチャン抜ける可能性もあんだよね。いや大バンします、普通に大バン大バン。いやけどタスキなのかな、あ抜いてる。いやけどタスキだと思うんだよな。ダルマって逆に何持って、あタスキじゃない。え、対戦ありがとうございました、強いよパッチラゴン。いやこれ気持ちいいでしょ、見てて。ありがとうございました。ということで本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。他にもね、動画とか生配信とかいろいろしてますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回、あしゃあしゃ。